その後、マサキは高校卒業後、ほどなくして石田家を出ることになった。俺は霊術院で学んだ医学を生かして小さな診療所を開いた。マサキには死神の力をなくした理由を、多分その理由を言い始めたあたりで、だからあいつの前じゃどんな嘘も小さくて意味のないことのように思えた。ある時、二人で見た映画の中で、じいさんが長年連れ添ったばあさんを太陽に例えていた。マサキは太陽に似ていた。すべてを引きつけ、すべてを許し、振り回す。俺はただマサキに振り回されていることが幸せだった。そしてお前が生まれた。